はい、今はですね、自分の PCX もこんな感じで、はい、この電源をこっちにつけてですね、まずこれメディアモジュラーっていう枠ね、これに、USB の C で電源はだからいつも 100% になってますね、これね、はい、1時間でこれなくなっちゃうんで、標準のね電池は。だからこれをずっと、はい、ここの電源の USB2 つから取ってますね。で1個はこっち側はこのこっち側だ、これドライブレコーダー画像、はい、画像映ってねえな、ドライブレコーダー画像なんです、映っていませんね。でこれがその、はい、右側がドライブレコーダーの電源で、こっち側が今 GoPro の電源にしてますっていう、常に給電はしてます。で私が今これヘルメットにつけている、マイクはここに、はい、こっち側に、はい、差し込みますと、そういうことですね。はい、こういう感じで差し込んで声を出すと、右下のバーが、あ、ちょっと待ってください。はいはい。あー、はい、あー、はい、右に伸びましたね。はい、これがあの、はい、音声です。こんな感じで、はい、で走行距離は、はい、5537で、これはね、で 家出た時 52.8 なんですけど、今 52.6 なんで全然変わりませんね。うん、燃費が全然、はい、変わっておりません。で燃費はこのくらいなんで、帰りはつくばのコストコで、今多分レギュラーが161円なんですよね、昨日現在調べたら。本当に安いですね、だからちょっと帰りにコストコ行って161円でレギュラーで入れてこようと思ってます。はい、こんな感じでございます。でボルトは、はい、今 14.6 回、こんな感じですね。まだ2年で5000キロなんで乗ってない方ですね。はい、こういう感じでジェット型ヘルメットの縁につけてますね。こういう感じで、これが確か7000円ぐらいするんですよね。高いんですよね。こんな感じで、はい、売りはあとこのサイドバイザーだね、綺麗に塗装して、あとゴールドでこんな感じで、120なんで、まあ ちっちゃいもんですから、こんなんですから、はい、こんな感じです、はい、ただヒーターグリップね、これからこのヒーターがね、いい仕事してくれるんですよね。はい、これでオフになります。